ああ、会長がポニテになってる。そら動き回るんだから髪ぐらいくくるだろう。バカ、君は何とも思わないのか。は、君だって普段とのギャップに一瞬ドキッとしたくせに。そうだったの風間。死ねえよ。私はツインテー。あんたも張り合ってんじゃねえよ。で、君はどっち。え、選ばなきゃいけねえの。それにタマ先輩、そのツインテガキっぽくて似合ってないっすよ。今全ツインテックを敵に回したわ君。やっと懐に入り込めたぜ。タマちゃん先輩は髪下ろした方が大人っぽくて綺麗っす。こんにちは。もう、次狙ってやったんじゃないんだからね。何怒ってんだよ。